ミルチアルチェスクは、ルーマニアの元サッカー選手、同指導者。元ルーマニア代表及び同代表監督。主に、イタリアや東欧の強豪クラブを指揮し、数多くのタイトルを獲得。UEFA カップ優勝などの実績も持つ名称の一人。同業のラズバンルチェスクは実施。ディーブカレストデビュー当時現役時代は FW で、名門ギナモブカレストにて250試合出場。 57得点を挙げた。ルーマニア代表にも選出され、1970年ワールドカップメンバーに選出された。ルーマニア代表監督時代監督業はコルビヌルフ・ネドアラでスタート。1981年よりルーマニア代表監督を務め、この間ゲオールゲハジを初めて代表に招集した。UEFA 欧州選手権に、 出場したが、グループリーグ再開で敗退した。ディナモブカレストとラピドブカレスト監督に就任、リーグ戦、国内カップ戦ともに優勝を果たしている。その後イタリアに渡り、ピサカルチョを皮切りに、1992から93シーズンから指揮したブレシアカルチョでは恥を呼び寄せるなど、ルーマニア代表トリオで好成績を目指したが、チームはセリエ B に降格した。 その後は、インテルミラの監督などを歴任。2000年、トルコのガラタサライ監督に就任。この時も恥を要したチームで、UEFA スーパーカップでレアルマドリードを破り、UEFA チャンピオンズリーグでも、躍進、翌シーズンには、リーグ制覇に成功。さらにベシクタシ JK でもリーグ優勝を果たす。2004年、ウクライナのシャフタールドネツク監督に就任。 リナト・アフメトフ会長の積極的な財政支援を受け、リーグ戦、国内カップで優勝。2008から09シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグ敗退に終わるものの、UEFA カップ出場権を確保。本大会では、チスカ・モスクワ、オリンピック・マル・セイユ、FC ・ディナモ・キエフ、ベルダー・ブレーメンなどの競合を破って優勝した。2016年5月に退任するまで、 8度のウクライナプレミアリーグ優勝や6度のウクライナカップ優勝を成し遂げた。2017年8月に協会幹部との確執が報じられ双方合意の下で契約を解除したファチテ,テリム監督の公認としてトルコ代表監督に就任。就任当時は 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループイで首位クロアチア代表と勝ち点2差の3位と 本大会出場の可能性を残していたが、就任後の4試合で1勝2敗1分けと失速。最終的にグループ4位で予選を終え、2018FIFA ワールドカップの出場権を逃した。2019年2月11日、双方合意のもとで契約を解除したことを発表した。2020年7月23日、FC ディナモキエフの監督に就任。 契約期間は1年の契約延長オプションが、付帯した2年間。しかし、ディナモキエフのサポーターは、宿敵シャフタールドネツクを長年にわたって指揮してきた、ルチェスクの監督就任にも抗議。これを受け就任からわずか4日後の27日に、辞任を表明。その後、イーゴリスルキス会長の説得もあり、辞任を撤回。そして迎えた2020から21シーズン。 フルスドネツクの5連覇を阻止して5年ぶりのリーグ優勝に導いた。テクニカルで非常に攻撃的なサッカーを好む。資金力が豊富なシャフタールでは、ブラジル人を中心に有能な選手を獲得している。フランセリーのマツザレム、フェルナンジーニョ、ジャジソン、ウィリアン、イウシーニョ、ルイス・アドリアーノなどが代表例である。若手の起用に積極的で、チプリアン、マリカ、 ドミトロチグリンスキーなどが彼の下でブレイクしている。ありがとうございます。